これじゃあ光です。前回の続きになるんですが、こちらですね。タイムレンジャーの変身アイテム。クロノチェンジャーをね、で遊んでいきたいと思います。はい。遊んでいくと言っても、三脚当たっちゃった。なんか、メインでちゃんと紹介する動画は、メインチャンネルの方でちゃんとやろうと思ってるんですけど、今回はそのお試し動画というかね、メインチャンネルでやった時に、なんか、低評価を忘れないように、下調べをしておく動画になっております。はい。あ、普通のサイズで開くんだね。クロノチェンジャー。あ、いや、いいね。ちゃんと上も外れるから、ベルト一丁一丁で、ね、取らなくても全然できるんだ、これ。あ、これは動画で説明したらなんか、面白いね。単4電池2本、あった。これ大丈夫かな？充電池でもいけんのかな？ねえ、恐竜じゃなら大丈夫そうだけどね。充電池でもね。おい、あ、ごめん、オンだった。くそー。最初のドキドキは味わえなかったぜ。でも今の音完全にタイムレンジャーっぽかったよね。なんか聞いたことあるもん、この音。よーし、行くぞー。聞いたことあるぞ、この音。よし、これ軽めに締めとかないとな。せっかくだから腕にはめようか。これ今懐かしい音してたら、なんか聞いたことあるもん、今の音。めっちゃ。ちっちゃい頃これで普通に遊んでたわけだからさ、やっぱ聞いたことあるよね、そりゃね。いくよ。あ、オンこっちなんだね。手前なんだね。左腕につけるので合ってるよね。タイムレンジャーもね。そうだよね。あ、そう、電気消した方が分かりやすそうだな。よし、行くぞ。クロノチェンジャー！俺のイメージね。多分ね、こう押すと変身だと思う。なんか、こんな感じで、クロノチェンジャーだった気がするんだよね。あんま覚えてないんだけど。行くよ、クロノチェンジャー！チェンジャー！あ、変身した。クロノチェンジャー！あ、変身してできるわ。これなんだっけ。あ、この辺の、多分この辺だと変身しないんで、確か。ほら。これだと変身するん。あ、なんだこれ。なんか特別な音な。これね、ここまた、この赤い部分だと、あ、これゲームモードだ。赤で押すんだよ、これ。ほら。どんどん速くなってくるの、これ。覚えてるの、このゲーム。これ、レベルアップとかしてね、早くなるんで、この後ね、ほら、これもう、ここら辺めっちゃ長いから、これ。外してみるよ。ほら。でも、なんか、ね、何機かあるんだよね、確かね。あー、ミスった、今の。あと一回ミスったら多分終わりだと思うよ。さあ、あと一回だっけな。結構、次早いよ。あー、もう終わりだと思う。あれ、まだか。何回ミスるの、これ。あー、最後ね、ブベブベブベって言われるから。ああ、一周回るとダメなんだ。あ、終わった、ゲームオーバーだ。ここまでだ。まあまあまあ。ね、次なんだ。ここなんだろう。あれ？これ変身か？じゃあさっき何だったんだ、これ。どっち変身だ、これ。あ、こっちも変身っぽいな。んだって、おい。これロボット召喚かな？クランチェンジャー。こっち変身っぽいんだよな。忘れたな。もうここが変身ってのはこっちっぽいけどね、12時ね。でも音声的に、まあ遊び方としては一応これだけではあるんだけど、何が追加されるとかもないけど、これがいいんだよ。かっこいいし、これ自体がね。まあ、これなんか召喚音に聞こえるなんかもないけど、どっちだろうな、どっちが変身だ。これなんだっけ。あ、これね。これでもクロノチェンジャーってやつだと思うんだけどね、変身アイテム。ああ、どっちだろうな。これなんだろうな。へえ、でも少ないね、音声パターンはね。あ、ゲームがあるからか。デジタイザーはね、もっといろんなね、番号によってね、変わるんだけど、その代わり、ゲームとかはないからね。変身ポーズとかもね、覚えてないよ。なんか、俺に、思い出的に、ちょっとね、うっすらとした記憶だと、なんか、クロノ、ね、チェンジャーでここを、こんな感じ。だって気がするんだよね。押し方も多分指2本とかだって気がするんだよ、なんか。でも、なんか、押すっていうよりも、なんか、ここに手を添えるって感じ。あ、変身できなかった。こんな感じだった気がするんだよな。そう、覚えてる。かっこいいなとは思ってた。てかね、変身ポーズはね、
メガレンジャー以外全部かっこいいと思うよ。うん。かっこいいと思います。はい。はい、ということで、今回はね、タイムレンジャーの変身アイテム、クローチェンジャーね。こちらをね、まあ、メインチャンネルで本格的にちゃんと紹介する、まあ、本格的にって言っても、ギミックとかもね、動画上がってると思うんで、ちゃんとしたね、レビューは。まあ、そっちもそっちで気楽にやるんだけど、まあね、その欲望練習じゃないけど、はい、やってみました。とりあえずね、こう、今回中古で購入して、とりあえずね、大丈夫でボタンの反応とかもね、大丈夫っていうことが分かったので、よかったと思います。はい。僕は今回これね、1599円、かっこ税込みで購入したので、まあ、相場もそれぐらいじゃないかなと思いますね。僕はね、おもちゃのリサイクルショップのトイプラネットで購入したのですが、そこでね、1ヶ月半以上、2ヶ月弱ぐらいね、売れ残ってたみたいなんですよ。そう。だからね、もう人気アイテムでもないのかな？ね、だからショーケースにはギリ入んないレベルなんだと思うよ。ショーケースには入ってなかったから。うん。まあね、カーレンジャーの変身アイテムとかね、メガレンジャー銀釜あたりかな、555もかな。うん。だからこの1個前の555はね、結構ショーケースに入ってることはあるんだけど、これはね、タイムレンジャーは、まあ場所によってはね、ショーケースに入ってるかもしれないですけど、はい。まあでも今回ね、まあショーケースには入ってなかったんでよかったです。はい。これからもちょっとね、こういう変身アイテムね、僕結構好きなんですけどね、うん。まあ紹介したりとか、うん、まあ、ちゃんとしたね、使い方、さすがにね、どっちがさ、変身音かぐらいはね、調べてね、メインでアップして、最後ね、なりきりをね、まあ、でもあれか、本編をね、また、DVD ボックスを購入して、全話見て、全話っていうかまあ、大体見て、変身ポーズを覚えて、なりきりとかやったり、あとタイムレンジャーのソフビとかもあるんで、なんかタイムレンジャーごっこみたいなね、するときに、ちょっとこの音声だったりね、こうアクションとかね、使えたらいいなと思っております。はい。というね、メインチャンネルもよろしくお願いします。はい。光インサイトマってチャンネルをやってますので、はい。まあ、サブチャンネルの方もね、全然投稿しないわけではないので、はい。まあね、メインでちょっと緩すぎないっていうね、おもちゃ動画とかをね、出していきたいと思うんで、ほんとね、おもちゃ動画を僕ね、永遠に作りたいんですよ、ほんとに。うん。いろいろあるんですよ、メインであげるとさ、チャンネルのブランディングっていうのあるんだよ。だからね、あげれないものも、あげれないからないんだけど、あげちゃうとさ、なんか、チャンネルが緩くなりすぎちゃったりすることあるんで、まあそういうね、ちょっとね、動画は、このサブチャンネルの方に、サブチャンネルって言っていいかわかんないけど、おもちゃ専門チャンネルの方にね、流していきたいです。このチャンネルもね、1000人突破すればね、収益化するんで、そうなってくるとね、もうちょっと張り合いも出てくるというかなんていうか、はい。実際にこのチャンネルはね、その、今の方向性のまま、おもちゃをね、もう、特化したいと思います。はい。まあ、そんなチャンネルでもよかったなと思った方はね、グッドボタン、チャンネル登録、それみんな、結構知らない人多いんでね、できたら拡散もね、よろしくお願いします。はい。説明欄にね、一応、このね、これはね、Amazon リンクは貼らないよ。これ Amazon で買うのは良くないから、高いから、8500円だっけな。うん、だからまあ、これに映ってるやつとか、僕のね、今僕が欲しいと思ってるおもちゃとかさ、おすすめのね、おもちゃとか、そういうのをね、いろいろ載せておくんで、よかったらね、ご覧になってください。ご視聴ありがとうございます。いつもありがとうございます。それではまた、バイバイ。Please subscribe.